か。俺ら悪魔に上等くれとんじゃねえぞ。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。なんだ、いきなり。エルフ兄ちゃん、ルーシーか。持ってきたやつ壊れちゃって。これ、町にあるやつなの。そっちの様子。フェイス、フェイスは評議員が保有する兵器の人。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。最も頼れる二人が。俺がエルザだ、こら。俺の体を勝手に。リサーナ、急げハッピー。うっせい。ちょっとナッツ、ナッツさん。現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのこともタルタロスはなんで知ってんだ。こちらクロフォード、素体を2体手に入れた。予定変更だ。戦った後だ。必ず見つけ出せ。それで家中のハーブを燃やしたのか。ドラゴンの鼻を舐めるなよ。やめろ。そう、マメ君。そなたには聞きたいことは。来い、もう来てるぜ。待ちくたびれたわ。やはり早い。エルザとミラはどこだ。侵入者。女を見張っていろ。コナタは外の様子を見てくる。手は出すな。ごちゃごちゃうるさ。それとは違う、別の何か。しばらくそこにいろ。この野郎出せ。こんなとこに放り込みやがって。あれ、ナツ、なんでここに。リサーナ、お前も捕まっちまったのか。違わねえ、必ず勝つから。まずはここを脱出するんだ、ナツ。私たちを縛り続ける鎖は
俺が解放する。すまん。違うよ、みんなを助けるために最善を尽くしたでしょ。あなたの仕事は簡単ですわ。ギルドに帰り、このラクリマを設置してくだ。いや、ただの水みてえだ。立場上逃がしちゃやれねえが、お嬢ちゃんが苦しむのは見てらんねえんだ。やれ。そなたの通覚をさらに倍増しよう。消えろ。消えるのは貴様だ。俺たちは終わりだ。テスターばっかりずるいやないか。だってジャカル君元から可愛いじゃない。必ずぶち殺してる。おこった君も素敵、生まれそう。やかましいわ。あ、ちゃおうかな。これはな。フェアリーテイルを破壊。全員体だ。え、何？ギリ、ギルドが爆発する。脱出と同時に特攻だ。ぶち返れ。これはソウルを使うために。待ってたぞ。捕まえたわよ。そなたらどうやってろう。あれの仕返しはたっぷりさせてもらうからな。何されたんだ。まさかジェラールを。殺してない。だが封印は解けた。ゼレフの盲信者。創造主を信じるのは当然である。信じる者は何でも。歩くのは自分自身だ。Oh!